ございます。いや、クイック軽く食べていい？これうめえ、うめえ。これお酒のつまみにいいかもよ、これ。うまっ。やっぱケバブのお肉うまいわ。まあ、ある意味最強だよね、ケバブのお肉で。うん、めえ。ここアメ横だね、やっぱね、おかちまちょもね、うん、上ちゃん、上ちゃん、中国語で多分読むと上ちゃんなんだろうか。上ちゃん、上ちゃん、上ちゃん、上中、上中、上ちゃんじゃおかしいんじゃない。でも上ちゃんじゃおかしいよね、あれ上って読まねえだろ、日本語で読んじゃうからだろうな。まあいいや、今度聞いてみよう。絶対ケバブの肉って居酒屋であのケバブの肉つけてなんかおつまみで出すと売れるよね。ケバブ屋と提携すればいいよね。まあ一皿500円ぐらいか。ダメだよ、あいつら一括に仕事してるから。マジで。しかしここはやっぱあれだね、居酒屋とか多いけどここファッション街だもんね、御徒町ってね。うん、あの、うん、ファッション、あの着るものとか宝飾品とか、ここからそうですよね。ここはね、あのナイキの靴買え、 ABC マートで買ったりとか、あのドレス買ってあげたりみたいなさ、なんかそういうのあったな。御徒町はね、この間初めて分かってきたんだけど、アメ横とかもね、やっぱりバッグとか着るものがね、やっぱりなんかいっぱいその種類が豊富でね、あ、これいいな、面白いなっていうものが結構あったりする。働いてる人が買いに行くんだから。うん、あ、働いてる人が買いに行くんだ。あ、そうなんだ、服飾系の人が仕入れみたいな感じで、いや、自分の服を買いに行くの。あ、そうなんだ、うん、なるほどなるほど。今日でも結構手でいっぱい食ってるな。さっきのなんか鍋とポテトフライとあのコロッケとかハムカツ、ハムカツとか食ってなんかある程度お腹いっぱいになって結構食ったなっていう感じがする。そっからケバブ行けるのかっていう、ちょっといいなって感じだね、羨ましいっていうか。前中田商店だったの。中田商店ってあれだったの、あれ何、飲み屋、中田商店って。中田商店ってあの、うん、軍の払い下げの。あ、そうなんだ。服を売ってたお店が。ああ、そうなんだ、軍だから名刺移動して、うん、うんうん、そういうこと、うん、じゃああのケバブ屋の前って中田商店だったの、うん、じゃああの迷彩の服とかそういう軍の払い下げの服売ってたの、うん、軍が払い下げで売るんだ、あれ払い下げさせるんだね。そうなんだ。払い下げっていうか、多分軍の作ってるメーカーが売ってるだけだと思う。あ、そういうことか。払い下げと称して。あ、そういうことか。うん、なるほど。言い方の問題だ、うん。要は作ってるのがその関係の人みたいな。ちゃんと縫製もしてるし。あ、そうなんだね。使った後もないし。あの何？向こうの人、うん、欧米人特有の匂いもしないし。なるほどなるほど。あー、なんかでもまだ飲みに行きますかって感じの街の風情だ、ね、やってる、まだ飲み屋がやってる感が、もう一軒行きますよねっていうこの風景が、まだ飲みに行きますかっていう景色が行ってる感じがするね。もうそろそろお家に帰らないと明日朝早いんでとか言ってなんか言い訳しないといけないで、言い訳じゃなくて実際そうだみたいな感じだね。ゲーム屋、あ、ここも台東あったな確か。でもやっぱ御徒町とかここすごく発展してる方だよね、ここら辺の一帯、飲み屋からでもファッション系から結構変えましたよ本当に。でも薬が増えたし。あ、そうなんだ。まあ時代のニーズじゃないけど変わってきたんだろうね、うん、あ、そこの ABC マートでナイキの靴買ったんですよ。靴はでもやっぱ
1万円ぐらいの靴がいいんじゃないかな。2000円の靴もあるけど3000円とかね、あんま安いとすぐボロボロになるしな。まあそれはそれなりです。それなりだね、うん、ほんとそんな感じだね。履いてるとあれナイキの一番の靴ってなかなかダメにならないし、通気性もいいしな。ああまあ値段そこそこの発想っていうか、値段そこそこの限界があるよね。やっぱりあんま安いと絶対履けない感じだった。すぐダメだったけど。長井山さんってさ、長井の人誰も行かないんだよ。そうなの？うん、ああ。幻とか言う。ああ。あれ？長井の人はみんなブライボー。そうなんだ。熊本にもあったよ。え？世界の山ちゃん熊本にも手羽先。もう2000万だからこの。この手羽先。ああ今あのピーって感じのやつだね、うん、なるほど。へえ。山民が一番認めてないってことだよ。あ地元の、うん、山ちゃん地元のみんな知ってるはずの名前の人たちが一切認めてない。誰も行きませんよ。観光客だけで行くの。マジで世界の山ちゃん世界じゃなさそうじゃん。だって名古屋で受けてねえから世界じゃねえよな。地元ダメですよ。地元ダメだね、うん、世界の大会で優勝したことがあるかもしれないけど、地元名古屋がダメだ、足元がダメだったね。基礎固めダメだからやっぱ名声を得てるとは言えないな。だって名古屋は持ち帰りできないといけないんですよ。あ、そうなの、うん、みんなフラボーとかって持ち帰りできるので、世界でも持ち帰りできないんですよ。そうなの？フライボーっていう手羽先系の店、うん、は持ち帰りできるんだ。山、うん、ちゃんは何現場で食えってこと、うん、あ、そう。ここの岡島市の山ちゃん持って帰れたよ。本当？うん。昔スナック直美にあのママが好きだからって、新小屋のスナックに山ちゃんのやつさ、あれ買って持ってったことあったけど、持って帰れたな。場所によるのかね。じゃあ人間撤回だ。おうおう、マイケル・ジャクソン降臨ね。おうちょっと面白くない感じで喋っているのがありそうな。まだ飲み足りませんよねっていう風景。あ、ケバブ食った。パワー全開じゃん。ウェイ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 。どのアイドルグループを、またラストアイドルとか一応グループはいるけど、物語さんがいなくなったらどうするんだろうね。僕はウィジンが5日に解散するからさ、そこからまあ、あの、新しいグループ見つけるか、あと、ウィジンのリンちゃんは追いかける、ソロで追いかけるっていうかさ、ソロで追いかけるって。ソロで追いかけんじゃん方がいいねんよ。追いかけるよ。リンちゃんは追いかけるよ。女優さんになりたい夢もあったからさ、映画撮るんだったら、あの、ウィジンのリンさんの映画撮りたいぐらいだよ。実力があれば。でも僕、記録映画しか撮れないからね。俺がジャンリック・ゴダールみたいな人だったら、リンちゃん採用したいね。なんかね。おれ。本当は映画になるタイプの女性っているよね。映像でこう演技ができる人って、それはやっぱ女優さんって言うんでしょうね。これはどっから見ても演技になる人です。うん、そう。そういう人って時々いるよね。なんかさ、映画にしないとダメってかもったいない人いるじゃん。これだって映像で映画にした方が。絶対輝きあるからもったいないっしょみたいな人が女優になるべきで、どっかででも斉藤飛鳥ちゃんみたいな感じの人が女優になってもいいんだけど、なんかやっぱりそういう時代の輝き好きかな。なんかこう斉藤飛鳥よく頑張っていたよねよくあのアの時代を私はスカ戦隊になるっていう思いが絶対強かったんだと思う。だから思いって大事だよね。ずーっとカウンター続いたのよ。あ、はい、アスカちゃん可愛いよね。10回ぐらい続いてんのよ。あ、そうなんだ。そっからピンって出て、あれになってから、なんだっけ、何、シク人かジュク人かになってから、なんか7人とか10人みたいな感じですよね。そう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 
七福神、まあ、七福神までわかる十福神ってなんか新しく作った感じで、ね、10人の福の神様を、あれは神成分を神成分を七福神にしたので、うん、ああそういうか福神って福神ってことか、福の神っていう、うん、ああ七福神、あそうだよね、七福神だ、そうだそうだ、読み方的にはそうだよね。七福神はほら日本昔からさ七に神様いるじゃん、さっき言った布袋ちゃんじゃないけど布袋様とかさ大黒天様とか、あのね毘沙門様とかなんかいるよね、毘沙門様って七福神だったよね、十福神と3人神様が増えてるね、それは10人になったから十福神、えそれはあの子供の、のあのそうだろ、乃木坂 LLC の勝手に作った感じだよね、勝手に作ったの、マジでいいの、日本の伝統にチャレンジングなことしてね、なんかでも3人増えると景気良さそうだからいいんじゃない、可愛い女の子がね福神様って出てきたら、それは僕全然好き、いいなと思ってください。